俳優の角賢人30が13日自身のツイッターを更新。いろいろ見るたびに上から目線ばっかりと思いを吐露し、反響を呼んでいる。角はなんかいろいろ見るたびに上から目線ばっかりだなぁ、気をつけよとツイート。続けて、あ、今の世の中の話ですとし、早くいろいろ落ち着いて冷静になりますようにと綴った。新型コロナウイルスのパンデミック、世界的大流行で様々な情報が飛び交う中、各のツイートには、本当にいろいろあるからこそ、謙虚に。ですよね、世の中パニックになってるからね、人のことを言う前に、自分も気をつけないといけないですね、一刻も早く事態が収束に向かいますように、同感です。いろんなデマやあざがついている世の中、落ち着いた毎日が欲しいですなどのリプライが続々と集まっている。